ウクライナ軍、東部で頑強な抗戦、欧米兵器の到着増え始める。ウクライナ軍は22日までに、バフムート市など東部ドネツク州での激戦に触れ、ロシア軍の攻撃を受ける自国軍が頑強に持ちこたえているとし、欧米諸国が提供を約束した兵器がより多く到着し始め、今後の戦況の打開に期待を抱いていることを明らかにした。ウクライナ軍が計画しているとされる反転攻勢の時期や場所への憶測も強まっている。ウクライナのレズニコー国防相は、多層方式での防空網やミサイル防御網のできるだけ早期の構築が最優先課題と強調。都市や重要インフラ、前線の荒廃部や前線付近にいる国民を守らなければいけないとし、米国製の地対空迎撃ミサイル、パトリオットは、ウクライナ軍にこれまでなかった弾道ミサイル撃墜の能力を保証するとした。ウクライナには、フランスの軽戦車、AMX-10RC やパトリオットなどが届き始めているとされる。ウクライナ国防省の幹部はレズニコー氏の発言後に、米国、オランダやドイツが差し向けたパトリオットが、ウクライナに到着したことを明らかにした。同国防省はまた、ドイツによる巡航ミサイルに対抗しうる高性能の空対空ミサイル、アイリスティの追加の引き渡しを歓迎。その上で、歩兵が携行できる対空ミサイルのより多い調達が必要とも訴えた。この中で、デンマークとオランダ両国は22日までに、ウクライナへドイツ製の主力戦車、レオパルト 2A4 型の14台を共同で提供することで合意したと発表した。両国国防省は声明で、ウクライナへの長期的な関与の一環として、両国が共同調達し再整備などした後の送り出しは、来年初期になるとし、推定1億6500万ユーロ、約243億円の必要経費は、両国で折半するとした。デンマークとオランダ両国政府は以前、ドイツと共にレオパルト1型戦車の100台以上を、ウクライナへ24年春までに供与する計画も明らかにしていた。一方、ウクライナ東部の戦況について、シルスキー陸軍司令官は、ロシア軍はバフムートに最多規模の兵員を投じて、同市の完全攻略を狙っていると説明。ただ、ウクライナ軍の激しい抵抗で、かなりの損失を被っているとした。ウクライナ軍参謀本部は、激戦はこのほか、ドネツク州リマン、アウディーユカやマリインカの前線でも起きているとした。中南部ザポリージャ州や南部ヘルソン州では、ロシア軍が砲撃を加えているものの、ドネツク州と違い、ロシア軍は防御体制に傾斜しているとした。ウクライナ軍は、前線の背後の場所で、ロシアの占領当局による軍病院の開設が続いているとも付け加えた。プーチンロシアは、東部4州を勝手に自国領土に組み入れたから、戦況が悪いと言って引き下がるわけにいかない。撤退したら政権が崩壊。プーチンの命もない。そういう意味では、敗退まであらゆる手法で死力を尽くしてくるでしょう。西側は、一刻も早く約束した武器供与を実行し、反転に向けた戦闘準備を整えないといけない。将来、中ロと国境を隔て、同じ境遇が訪れるとしたら、日本は見ているだけで武器供与できないのは辛い。バフムートの戦況は日々入れ替わる激しさだから、一喜一憂してもねえ。とりあえずはバフムート中央駅付近では、駅東側をロシア軍が制圧できると思ってたら、またウクライナ軍が粘ってるし、駅北側を進軍してたロシア軍がビルごと吹き飛ばされてから止まってるようだ。補給路としてた O506 号線の黒茂部付近がロシア軍に占領されかけてるが、一方で T504 号を占領してたロシア軍が排除されて、ウクライナ軍が安全に通行できるようになってる。またバフムートの東にあるロシア軍の指揮場がエクスカリバーの精密砲撃で破壊されました。今年中に侵攻を終わらせるため、10倍の軍事支援を、ウクライナ、欧米にさらなる支援を訴え、ロシアによる侵攻が続く中、ウクライナの高官は、欧米からの軍事支援について、十分ではないとし、侵攻を終わらせるためには10倍必要だと訴えました。建物内で爆発が起こり、煙が上がります。これは22日に公開されたもので、激戦となっている東部バフムトで、
ウクライナ軍がロシア側の陣地を攻撃したとする映像です。また、別の映像では、ウクライナ軍の兵士がバフムトを歩く様子が映っています。一方、ロシア国防省は、バフムト西部の3つの地区を解放したと発表していて、両者の攻防が続いているとみられます。このほか、北東部や南部などでも、ロシア軍側による攻撃が報告される中、ウクライナの外務次官は、欧米からの軍事支援について感謝を述べつつも、十分ではないと指摘。今年中にロシアの侵攻を終わらせるためには10倍必要だとして、さらなる武器の供与を訴えました。大国ロシアの軍事資源を甘く見てはならず、未だ軍事物資は枯渇していない、ということを明確に物語っていますね。むしろ、備蓄在庫が減ってきた武器弾薬をロシア本国で製造、戦線に送り出しているような節すらあります。持久戦に長ける大国に、消耗戦では通用しないのですから、ウクライナが今の10倍の軍事物資支援を要求するのは、ある意味当然です。その意図するところは、短期集中決戦で大勝利を収めて戦線を大きく押し戻し、ロシアに対し、有利な和平交渉を進めることしか、戦争を終わらせる方法がないからでしょう。それ以外は、ロシアの狙いである今の膠着した戦争を、ウクライナが疲弊するまでずるずると伸ばされるだけで、ウクライナが戦局を打開する方法がないからです。中国人は独裁者好きだが、プーチンにあって、習近平に決定的にないものとは。中国専門家の石平氏はインタビューで、習近平は中国人がリーダーに求める重要な資質を決定的に欠いていると述べた。1989年6月4日の天安門事件をきっかけに、中国人であることを捨てたと述べる中国専門家の石平氏、現在は日本を拠点に作家として執筆活動を行っている。そんな石平氏に現在の中国情勢を聞くべく先日インタビューを行った。インタビューでは中国を率いる習近平国家主席についての話になった。石平氏が言うには、習近平国家主席については独裁者であり、中国人は毛沢東もそうだったが、独裁者は嫌いではないという。そして、14億人の運命を支配するには、独裁的なリーダーが必要であるという側面もあると言及する。独裁者の特徴としては、古くからの知り合いや家族を側近として重用する傾向があるように思うが、確かに習近平は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領や、北朝鮮の金正恩総書記と同じく、古くからの仲間を側近に置いている。劉鶴副首相は、習近平と高校の同級生で、中央軍事委員会副主席の張友侠も、小学生からの親友。中国共産党の中央組織部長である陳奇は、学生時代のルームメイトで、中国共産党の人事を握っているという。プーチンも元 KGB、ソ連国家保安委員会のスパイ時代からの仲間たちを、側近として使っている。金正恩は、金王朝を維持すべく、血族を重要ポストに置いている。習近平が独裁者であるという指摘について、香港を中国に返還した際に最後の総督だった、イギリス人のクリス・パッテン元総督は、中国がイギリスとの国際的な約束を破って、香港国家安全法を制定させた際に、中国が世界から批判されているのは習近平の責任であり、習近平はこれまでとは違う独裁者だと指摘している。独裁者として習近平に決定的に欠けているもの。その一方で、石平氏は習近平について、決定的な欠如がある独裁者であるとインタビューで述べている。その欠如とは、カリスマ性だという。そして、中国人はリーダーにそのカリスマ性を期待しており、実はロシアのプーチン大統領が中国人の間で人気になっているという。そして習近平がそんなプーチンを意識しているかどうかはわからないが、自分にないカリスマ性を見せるために台湾を使う可能性があるのではないか。インタビューではさらに、2049年までに世界の覇権を目指すという習近平の現在地や中国経済の実態、そして中国に帰国して石平氏を論破したと日本叩きを続ける元日本在住中国人ビジネスマンなどについて、石平氏にゆっくりと語ってもらった。